体検査を行わせていただきます。身体検査あぁ、せっかかったやつね。こんなことは言わせます先輩旦那、あ、分かったじゃん。せっかかったらどうぞ。ほっ、さっさと先輩と。はい、では失礼します。
ちしましょうかしら。ちょっと待ってくださいね。浦島太郎とかでよく出てくるね、あの玉手箱でも決して開けないでね。あよー、あんた開けられるのが人に来るとか。せっかくですからね、持ってってくださいね。もう高くないとかだし、もうこれ、ね、あっためて歌うよ。これ持ってってもらわないとね、この物語も進まないんですよ。仕方ありませんね。じゃあ勝つと温かく持って帰ってください。はい、してあげたらダメですよ。じゃあ帰りましょうか。もう二度と根拠の こうして皇后様ご一行は助けたために散々なおもてなしを受け、恩をあだで返され、悪夢を振り払うようにさっさと陸上に戻ったのです。とそこに、いやー今日も腹いっぱい食ったなー。もう一問や。そうですね、お大官さん、あ酒をいっぱい飲んで、あの酒は何つくのかな。もう一問や。そうですね、なんだろ、酒飲むお前のことやらしょ、お気に入りなんでしょ。まあ、それにしても毎日あれだけうまい飯を食って酒をたくさん飲む。お代官、おい、なんか俺も前だって逃げそうなんだ。おい、今日はお前も腹いっぱい食ったか。はい、お腹いっぱい食べさせてもらいました。ありがとうございます。いい豚を取ったもんだ。お前もあっぱい、俺の前だけじゃねえか。お前、お前がそんな元気ねえんだから、お前稼ぎの方が不安定なんだよ。別も、いえいえ、そんなことあるね。最近どうなんだ。どうですね、絶好のウィークへ行くんですか。金の取り替えとは、つい先日もどんな邪魔が入りました。そうだな、何やら見知らぬやつがられて、せっかくの大きな金を取り逃がしてしまったからな。あれはどうにか手を打たないか。お大官さん、お前邪魔したやつらですけど。確かに人には見覚えがある。あなたたちは、あなたたちは、あなたたちは大役お人形、お前が髪を連れ去ろうとしていたやつです。思い出した、思い出した。自然の中で一生懸命生きようと壁が捕まえてから、ママ、ジュースももらいに来て、また行く。ジュースももらいに来ただけ、ジュースももらいに来ただけ。ほっ、やれよ。あれです。お前、あんな予算がかりしてるのに何を言う。
私に頼むの。何を。ところ、お宝崩れてやろう。